スウェーデン民主党は、は、1988年に設立された、スウェーデンの右翼政党である。同党は、自身を国家主義を根底に持つ、社会保守主義者であるとしている。同党は、外部から、右翼、右翼ポピュリスト、国家保守、反移民とみなされている。ジミーやカッセンは2005年から党首を務めている。同党は、スウェーデンのファシズムに根ざしており、 起源は1990年代初頭の白人市場主義運動であった。1990年代から2006年までの SD のロゴは英国の極右政党イギリス国民戦線で使われた当治の一バージョンを利用していた。現在、スウェーデン民主党は正式にファシズムとナチズムの両方を拒否している。2014年以降 SD は外国生まれ及び 外国出身の両方の有権者の支持を大幅に高め、2017年までにスウェーデンで第3位の政党となった。移民に反対する右派政党。内外から極との評価がある。2009年現在、党は約3600人の党員を抱え、13の地区委員会が存在する。青少年の党員はスウェーデン民主青年を組織している。 現在の青少年組織は1998年に結成された。2005年以降、機関紙はタブロイド形式で印刷され約28.000部発行している。2010年現在、当主はイーミー・オーケソンである。オーケソンは年金の受給に訪れたスウェーデン人の老女をイスラム系移民の女性が押しのける映像を政権放送で流し、 高齢者、若者層に支持を広げた。また、税金を納めない、移民のただ乗りを認めれば社会福祉制度は崩壊すると訴えている。2010年総選挙で、初めて国政に進出。以降、2014年総選挙では49議席、2018年総選挙では63議席と着実に勢力を伸ばしている。 2005年にデンマーク紙ユランズ・ポステンがモハメッドを表している12のギガを掲載して論争を巻き起こした際、党はデンマークの新聞社が表現についてイスラムの規則と禁止令を遵守することを強制されなければならない理由がわからないとして同志に対して全面的な支持を表明した。デンマーク製品のボイコットが中東で始まった時、党はウェブサイトを通じ 目隠しをして鏡を覗き込み、デンマークのムハンマドは自己検閲していると書き添えた漫画を掲載した。漫画はスウェーデン政府の注意を引き、政府は ISP、レベンラインに通報した。その後、党のウェブページはレベンラインによって閉鎖に追い込まれた。しかし、この出来事によってスウェーデンで政府検閲についての議論に火をつける結果を、 招いてしまった。ありがとうございます。